本日ガイドさせていただきます水原と松と申します。あれが讃岐富士。あ、すごい、うん、すごい、なんか漫画みたいだね。可愛いよな。可愛いね。今日はさ、だから今から丸亀城行って、うん、で、その後うどん食べて、うどん食べて、で、うどん食べて、うどん食べて、で、うどん食べる。骨付き鳥食べたい。骨付き鳥ね、あ、私も大好物ですよ。そうん、で、その後またうどん食べる。うどんもいいですけどもね。うどん食べ過ぎじゃない。私おすすめの絶景スポットなんですよ。うどんはさ、全然大丈夫なの。いくら食べたっけ、ね、ま、全然聞いてないな。うわすごいな。うわすごい、うわすごい景色。うわ海、海、海、うわ綺麗だ。ちょっと写真撮る、写真。ちょっと運転手さん、後ろじゃちょっと写真いい。あ、はい、これ撮って。あ、はい、はい、喜んで。どんなんだ。うれぇ、後ろ、後ろやる。あ、そうっすね。あの、もうちょっとあの、ま、水平に手をお願いします。はい、はい、下げて下げて、そうですね。あー惜しいですね。もうちょっと、あもうちょい手を、あ、どう、あ、いい感じですよ、いい感じですよ。はい、はい、いきますよ。はい、はい、チーズ。あー、またやってしまった。いつものおっちょこちょいだ。私はよく階段から落っこちてしまう。心配されるであろう観光客を愛嬌たっぷりのテーフェロでごまかせば問題ない。あ、携帯持ったままだった。もしもし。あ、じゃあどこ行ったのよ。戻ってきたよ、携帯返して。あ、すいません、あの、すぐ戻りますんで。写真見たい。いや、そんなさ、期待値上げるほど写真じゃないんだから。確かにそうっすよね。確かにってお前が撮ったんだろ。戻ってすぐテイク2撮らせていただきますんで。まずい、行動まで出てしまう。いつものずっこけだと甘く見積もってしまっていた。あれ、加速してるな。にしても転がり続けるな。転がってる。やばいやばい。逃げろー。ねえ、あれ、ねえ、行こう行こう。神様、仏様、弘法大師様、お客様と愛車を置いて、私はどこまで転がり続けるのでしょうか。そうか。私の人生なんてただただ、同じルーティンの中で転がり続けてただけだったのかもしれない。出勤して、アルコールチェック、車の点検、接客、接客、昼食、接客、接客、休憩、接客、夜のご褒美、そして帰宅、また出勤、アルコールチェック、車の点検、接客、接客、昼食、接客、接客、休憩、接客、夜のご褒美、帰宅、出勤、アルコールチェック、車の点検、接客、接客、接客、昼食、接客。人知れず、このまま転がり続けながらのたれ死ぬのと、単調なタクシードライバーとしての生涯を終えるのと、何が違うというのだろうか。全然違うんじゃないかな。視点を変えるだけで。こんなゴミクズだって。ほら、かわいいでしょ。ずっとやられてるんですか。毎日。勇気がいることですよ。日々何かに挑むことは。そこから見えてくるものがあるんです。すみませんね、お取り込み中のところ足止めしてしまって。
なるほど。どうやら世界は変化に富んでいる。何が起こるかわからない。鉄の勇気をもってしても、災いすることもある。誰ですか？イカロス。もう何が起きたって構わないが。あ、いや、ちょ、私はただ戻りたい、あの愛すべきルーティーンの日々に。どこまで行きましょう？いや、あの、正直飲み込めてないんだけど。お腹空いたでしょ。夜のささやかな楽しみだろ。戻れるもんなら戻りたいよ。ずこけてしまう前に。運転さん、俺も戻りたい。あ、何何、ちょっと。翼を手に入れる前の自分に。何何、ちょっと、誰、私も乗せてくれませんか？はぁ、下駄を落としてしまいまして、ね、ちょっと、何なんですかこれ。少年時代に。いや、あの、これ何の便乗なんですか。ちょっとこれ何、どういうタクシー？いや、行くの？いや、行き先バラバラじゃん。では、あの、全員抽象的だし、これ。これ一番最後っすかね。いやいや、だから。これは割り勘でいいのかな。いやいやいや、俺ちょっと多めに払いますよ。いや、悪いな、それは。いや、あの、どちらも行けないですよ。戻りたいのか、戻りたくないのか。ひょっとして君、無賃乗車？お客さん、それ困るな。いや、あのね、あの、僕はもう意味が全然つかめてないだけで、はい。ああ、運転手さん待たせてるよ。君は一体どういう立場なの？出発します。ちょっと行かないで。運転手さん危ない。おお、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ改めて、はい、はい、チーズ、いい感じです。はい、チーズ。サンキュー。おお、すごいすごい。あ、すごい。できてる、できてるみたいな。持ち上げられてる。いいね、すごいね。もう一人の私のドヤ顔の憎たらしさはさておき、謎は山積みのまま、私は戻ってくることができた。どう転んでも私か。さすが私だ。